川崎マッハ。マッハは、川崎重工業が製造を販売していた2ストローク3気筒エンジンを持つ、オンロードタイプのオートバイシリーズの総称である。1969年に、北米で販売を開始した 500cc の成功を受け、1972年モデルでは、排気量 250cc、350cc、S2、あとに 400cc の S3、 750cc の3車種を加え、K4 車種の2ストローク3気筒車群を形成し、これをマッハシリーズと呼んだ。さらに、H1 及び H2 の大排気量車種をビッグマッハ、ビッグマッハと呼び、排気量の小さい、フレームも異なる S1、S2、S3 をミドルマッハ、ミドルマッハと呼んで区別されることもあった。 1976年モデルでこれら車種の名称を KH シリーズへと変更するまで、このマッハの愛称が用いられ、250cc、350cc、500cc、750cc の各排気量を持つ車種に対してそれぞれマッハ I、マッハ I、マッハ III、マッハ II と命名された。750cc モデルの H にはマッハ II に相当し、 川崎のサービスマニュアルなどにもこの名称が使われているが、日本向け H2750SS のサイドカバーには、マッハ3750というエンブレムが装着されている。500cc モデルの H1 発売時、もともとマッハ3の3は3気筒を意味するものであるので、その意味では 750cc モデルのマッハ3も誤りではない。その一方で、 同様に3気筒である 250cc モデルと 350cc モデル 400cc モデルでは、3気筒を意味する3の相性はなぜか用いられていない。日本向けモデルの名称に関しては、交渉排気量の後に SS が付加された、例、川崎 500SS マッハ3など、が、輸出者には、この SS はなく、川崎500マチ EH1 と排気量に形式名が付く。 1975年に Z650 が発表され、これにバトンタッチする形で H2 が消滅。1976年には排ガス、騒音規制の影響で全景 H シリーズが北米から撤退。運転免許制度の関係等で北米以外でも需要の見込めた250と400は存続したが、500はこれをもって形式消滅した。 1980年モデルを最後に250と400の欧州向け輸出も終了となったが日本向けとして1983年頃まで生産された。シリーズのタコメーターには奈良州運転時の走行距離と回転数制限と500マイルまで4000回転、1000マイルまで6000回転がパネルそのものに印刷されていた。後にカバーガラスへのステッカーの調布に変更。 北米における1966年の A1、サムライ 250cc、翌年の A7、アベンジャー 350cc の成功で、ザッパー、Z1、Z900 参照志向を固めた川崎は、絶対的な高加速度を持つ、高出力車の開発を行い1969年、初めには、台米輸出用の生産を開始した。日本では、 北米よりやや遅れて1969年9月より販売された。発売当時の米国ではまだ過大な燃料消費とオイル消費や猛烈な白煙に寛大であり、低廉な車両価格1000ドル以下と圧倒的な加速性能、カタログスペックでは例100メートルで約4秒で、半成績も好調であった。しかし、操縦性においては少ない前輪荷重などが災いし、 万人向けとは決して言えないもので、他車種に比べ高い事故率を示すことがメディアで報道されるなど、乗り手を選ぶバイクというイメージが世界各国で定着した。従来のタイヤでは 500SS のパワーに耐えきれずテスト、走行中にトレッド剥離が続発したため、ダンロップが新しく H 規格のナイロンコードタイヤを 500SS のために開発したほどであった。 1972年の Z1 発表以降は最高出力を下げマイルドな方向への性格付けが行われていった。そしてついに1975年に KH500 と名称変更した1976年モデルは排気ガス規制及び騒音対策の目最高出力が 52PS と大幅ダウンされ、さらに DOHC4 気筒の Z650 が 同年発表になった段階において、ザパーとしての存在意義が、希薄化し、川崎もそれに抗うことなく1977年も、でをもって、製造を終えた。北米での広告には、同社で製造されていた冷凍新幹線、当時、世界最速の鉄道車両だったが 500SS と、合わせて描かれており、ザワールズファステストプリダクションモーターサイケルと、記されていた。 一部の川崎パーツリストには、h 1C が存在する。つまり、h 1A に、h 1バイトのグラフィックとサイドカバーを付けたもので、この仕様でおよそ1000台ほどが生産された。h 1A の残存部品処分モデル。1969年に発売された2ストローク、空冷3気筒 500cc のマッハ3は、 その強烈な加速性から欧米で好評を博したが、やや遅れて、ホンダ CB750 が発売されると、性能的には大差なく、価格はおよそ1.5倍であるにもかかわらず次第に人気を奪われるようになった。これ以前の時点で、すでに川崎は 750cc4 ストローク4、機動車の開発に着手していたが、このホンダ CB750 の出現により、 すべての面で CB を上回る車種 Z1 に変更することとしたため、市販できるのは1972年以降となることが明らかとなった。このため、その間の対抗馬として少なくとも加速性と最高速度で CB を圧倒できる、すなわち世界最速ものとして H1 エンジンのボアストロークを拡大して 750cc としたのがマッハ4である。 1972年秋に Z1 が販売開始された直後に発生したオイルショックにより H1 に比べても一層燃費の悪い H にはより現実的になってきた排出ガスと騒音規制に対応する手立ても乏しく S1、S3、H1 がそれぞれ KH250、400、500と名称変更してあえてパワーダウンを伴っても存続したのに対し H2 のみは1975年モデルをもって形式消滅となった。350SS マッハ2のボアダウン版でマッハシリーズの末程。発売は1972年2月。排気量以外はほぼ S2 と同じ。クランクも350と同一のものを使用するため、ストロークは共通。そのため、ロングストロークエンジンである。 1974年、マイナーチェンジを受け、ホイールベースが 1375mm に、最高出力は 28PS、7500rpm、最大トルクは 2.7kgm、7000rpm へダウン、車両重量が 154kg、カラーリングはブルーラインへ変更された。1975年、カラーリングがレッドラインへ変更されたが、 その他スペックに変更はない。S1 としては最終型になる。1976年、フロントブレーキが油圧シングルディスクに変更され、KH250 となる。タイヤがフロントリアとも0.25インチ太くなり、3.25から18、3.50から18へ変更。車両重量が 160kg へ増加。カラーリングは4色ストライプへ変更された。 1978年、カラーリングの変更で KH400 との差別化が図られた。さらに、フロントブレーキのマスターシリンダーの形状変更、シートはモダンな形状へ変更された。1979年、カラーリングが250、400とも共通になり、ライムグリーンに変更された。最後の KH、マッハシリーズとして1980年2月に、 生産を終了した。1971年に発売された。350cc はそれまでに発売されていた H1、H により小型化されていた。そのため、共通するのは2ストローク120度クランク3気筒というエンジンスペックだけで 500cc や 750cc モデルと共通する部品は外装の一部を除き使われていない。 当時の 350cc クラスではトップの45馬力を発生する。1973年にマイナーチェンジされ S2T となる。主な変更点はフロントブレーキがこれまでの機械式ツーリーリングドラムブレーキから油圧式シングルディスクブレーキに変更。タンクキャップ及びシートにキーロックが装備さた。エンジンの最高出力が44馬力に 最大トルクが 4.0kgm へダウンされた。カラーリングは同年式の H1D と同じキャンディゴールドが採用された。車両重量は 149.5kg になった。S2 としてはこれが最後のモデルになった。1973年10月の東京モーターショーで発表されたそれまでの S2 に代わる 400cc のマッハである。エンジンは 350S2 のボアを 4mm 拡大し 400cc へ排気量をアップしたが最高出力は S により2馬力ダウンの42馬力になった。最大トルクは 4.32kgm へと強化された。後輪のスイングアームが延長されホイールベースが 1365mm へ伸ばされた。車体が大きくなった結果。 車両重量は 159kg へ増加したが、エンジンがラバーアマウントされるなど、振動軽減が図られ、扱いやすさが増した。またそれまで外部に露出していたオイルタンクの給油口がシート下へ移動され、いたずら等の防止が図られた。この S3 から H1、H2 とデザインの共通化が図られ、タンクサイドカバーシートの形状。 およびカラーリングが似たデザインへ変更された。1975年にはカラーリングが変更され、250、500cc と同様のストライプが入れられた。1975年12月にマッハシリーズは名称を KH へ変更され、H1 は KH500、S3 は KH400、S1 は KH250 となる。 七百五十の H には市販レーサーの k r 七百五十を残し生産中止となった。S3 から k h 4 0への主な変更点は、回、ホイール、ブレーキ系が変更、点火性能の安定のためマグネット CDI 点火を採用した。最高出力の自主規制による、吸排気系のデチューンの結果、最高出力は三十八馬力七千 r p m 最大トルクは 3.9kgm6500rpm へダウンした。カラーリングはレインボーラインへ変更された。この後、小変更を重ね、1980年2月に KH400 は製造を終了したが、1982年頃まで販売されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。